オウムは鏡に映る自身を認識することができる。ピラミッドはエジプトのファラオたちが死後に永遠の安息の場として建てたものであるが、実はピラミッドの内部にはトイレが備わっていた。 という説がある人間は一度に最大で七つのことしか思い出せないカナダの国旗は国章としてのモチーフである。 メープルリーフが描かれている。世界一高い山はエベレストではなく海底からの高さを含めた場合マウナケア山である。 人間の脳は一日あたり約1,200ミリリットルの血液を必要とするゴリラの体重は最大で約250キログラムになる。 結婚式の花嫁が白いドレスを着るという習慣はイギリスの王妃ヴィクトリアが1840年に始めたものであるポーランド語には母音を一度に 七つも発音するる単語があるロシア語で「世界に一つだけのもの」という言葉は「ユニークニャ」という。 世界で最も高価なスパイスはサフランである落雷によって発生する電気エネルギーは一般家庭の1ヶ月分の電力に匹敵する。 アフリカのサバンナに生息するトマソン・ガゼルは短い間隔でジャンプすることで捕食者を混乱させるバイオリンの弦は羊の腸から作られる。 インドネシアのバリ島では1日に3回地震が起きているカメレオンは目を独立して動かすことができる。 ドイツ語には合計80文字以上でできている単語がある。スウェーデンの首都ストックホルムには廃棄物を燃やす施設から熱を回収して暖房を賄うというシステムがある。 熊の足の裏には滑り止めとなるように肉球に小さな突起がある世界最古の建築物はトルコにある紀元前9500年に建てられたとされる神殿である。 カラスは1日に最大で1 0トル以上も飛ぶことができる人の体には約60兆個の細胞がある。 スペイン語には二重母音の単語が存在しないカタツムリは死んでも殻か,から出ることができない マルセイユ石鹸は緑色のオリーブの葉を入れた水を原料に作られるベトナムの通貨単位はドンである。 球場で最も多く飼われている家畜はニワトリであるチョコレートの消費量世界一位はベルギーである。 サインは日本発祥であるインドネシアは世界で最も多くの島からなる国で1万7,508の島々から構成される。 シンガポールは世界で最も低い犯罪率を誇る国であるウミガメは一度に最大で200個以上の卵を産むことができる。 ミツバチは飛行中、自分の体重の2倍以上の花粉を運ぶことができるスウェーデン語で「ありがとう」という言葉は「タック」という。 馬は標準的な体温が人間よりも一度高い人間の目は緑色の光を反射する。 インドの国家はロータスであるブレーリードッグはお互いさまざまな音を出して音でコミュニケーションを取ることができる。 インドの総人口は約十三億人である。全世界の像の約九十六パーセントがアフリカ大陸に生息している。 インドの公用語はヒンディー語と英語であるカナダのモントリオールは日本語で「王の山」という意味である。 ハンダは普段は植物を食べるが肉食になり小動物を食べることもある。クジャクは羽毛が美しいとされ古代インドでは目のある羽毛。 と呼ばれ宝石と同等の扱いを受けていた手洗いは石鹸を使って15秒以上洗うことが推奨されている 世界最大のサンゴ礁グレートバリアリーフはオーストラリアにあるイギリスのストーンヘンジは紀元前3,000年頃に建造された。 ファスナーは左右どちらから開けることもできるが、女性の衣服は左から、男性用の衣服は右から開くように作られている。オリーブオイルは加熱すると酸化し、 栄養価が低下するためサラダドレッシングなど生の状態で使用する方が良い喉の,の奥にある扁桃腺は飲み込むものや 空気中の細菌やウイルスを検知して免疫細胞を出動させる役割がある電子レンジで温める時は食品の中央に空洞を作ると加熱が均一になる。 ウサギは胃が二つある「ラッキーストライク」というタバコは最初は女性向けのタバコとして発売された。 ドライブスルーが発明されたのは1930年代のアメリカバンクーバーであった「タンゴ」という言葉はアフリカの言葉タンゴ・ンビに由来している。 パンダは中国語で大きいに千人の千、獣と書いてパンダであるハワイ州はアメリカ合衆国本土から最も離れた州で 太平洋の真ん中に位置しているアルゼンチンの国土の90%以上が山や草原で覆われている トマトはイタリアのナポリで発明されたチョコレートはもともとメキシコで作られた飲み物だったとされている。 三つ子の魂百までという言葉の由来は、江戸時代の教育家、雷三葉が書いた聖戦日本史にあるとされている。シャンパンのコルクは、 秒速六十キロメートル以上になる勢いで飛び出すことがある。バイキングが使っていた剣は、先端が両刃ではなく、片刃の切先が細くなっている形状であった。 ビリヤードの玉は素材によって重さが異なり一番重いのはキューボールであるミイラの発掘や研究を行う学問をエジプト学という。 モーツァルトは5歳で最初の作曲をして6歳で最初の公開演奏を行った金魚は水温が高いほど活発に動き低いほどゆっくりと動く。 フィンランドには一日の夜の時間が三か月続く「曲」や「という現象があるクラシック音楽の音符には音符の色がつけられていることがある。 犬はしきもうで人間のように赤や緑を区別することができない人間の赤ちゃんは生まれたばかりの頃にはすべての言語を話すことができるはずだが 時間がたつにつれ使わない言語の能力が失われていく。トルコ語には一つの単語でありがとうさようならこんにちはを表すメルハバという言葉がある。 世界最古の動物はオーストラリアに生息する5000歳以上のクロノスイバタバコガであるミツバチは1日に約2000もの花から 蜜を集めるることができるアマゾン川流域には世界で最も多様な生物種が存在し魚は約3,000種鳥は1,300種植物は 6万種生息しているアラスカ州では日本で大人気のホッキョクグマが野生で生息している。 世界最大のキノコは米国オレゴン州に生息するアーミラリアオストレイオデスという種類で直径約 6.4km にも達するロシアにあるバイカル湖は 地球上で最も深い湖であり最大の淡水湖でもある世界で最も高い滝はベネズエラとブラジルにまたがるエンジェル滝で高さは979メートルに達する サメは嗅覚が優れており 1km ル離れた場所からでも一滴の血を嗅ぎ分けることができるアルバニアは世界で唯一の公式の無宗教国家である。 日本の山口県にある秋吉堂は世界で最も大きなドリープストーン洞窟の一つで内部には美しい鍾乳石がたくさんある。 ニュージーランドの国歌はシダ植物のシルバーファーンであるアラビア語には母音がなく通常は文章から母音を推測する必要がある ベルギーは世界で最も多くのビールの種類を生産する国であるヒグマは狩りの成功率が10%しかなく獲物を見つけるため一日に約 キロメートルもの範囲を歩き回る必要があるパリの凱旋門はフランスの勝利を祝うために作られた。 オーストラリアには世界で最も多く毒のある生物が分布しているアフリカのセネガルにあるコレトウはかつて奴隷貿易の拠点として知られており 現在では世界遺産に登録されている世界で最も大きいテディベア博物館はドイツのベルリンにある ドイツのナポリには地下の町があり古代ローマの時代に地下トンネルが利用されていたとされている人参はもともと紫色であった。 チーズに含まれるカルシウムは体内で吸収されやすく牛乳に含まれるカルシウムより効果的に摂取できる現在の日本の国旗日章旗は明治時代に日本の 元老院であった貴族院によって制定されたおにぎりは古代日本で魔除けの意味で食べられていた鬼のにぎりという料理が起源だとされている。 茨城県にある石岡市は国内最古の鉄道が開通した場所として有名である月には人工衛星が1,000個以上存在する。 猫は動物の中で人間の言語を最も多く理解していると言われている。ペンギンは人間の顔を見たらその人の顔を覚えることができるという研究結果が出ている。 レモンの木は年間を通して常に花を咲かせる唯一の柑橘類の木である毎年モナコのモンテカルロカジノには約700万人の客が訪れ収益は 10億ドルを超えるお金を払って自分の名前を火星に送ることができる NASA は火星に着陸する探査機に人々の名前を搭載する。 名前ウェブサイトを提供しているアルパニア語は最も古い言語で紀元前千年ごろに使われていたとされているクジャクは 自分自身の影に驚いて死ぬことがあるブラジルのアマゾン地域にはおよそ390億本もの木がある。 ミイラには化粧品が塗られていたということがある古代エジプトではミイラを製造する際死者の顔に化粧品を塗ることが一般的であったフィンランド語は 二千語の単語があれば話すことができる。イノシシは鼻の先に特殊な筋肉を持ち、それを使って地面を掘ることができる。 真夏の間北極圏内のノルウェーの町ロフォーテン諸島では24時間日光が続くレオナルド・ダ・ヴィンチは左利きであった彼が描いた絵画の多くは 左かから右に描かれているのだ。日本の芸能人で初めて1億円以上のギャラを稼いだのはビートたけしであった。 人類史上初めて撮影された写真には人は写っていない。フランスのジョゼフ・ニセフォール・ニエプスによって1826年に撮影された景色がその写真である。 バリ島の屋内トイレには女神の像が置かれているイタリア語でパンダはパンドロと言う世界で最も高価な切手は 1856年にイギリスで発行されたガイアナ・マゼンタであり2014年には250万ドル以上で落札されたインドネシア語には一つの単語が 複数の意味を持つことがある例えば「マカン」は「食べる食べ物食事」という意味があるアメリカ合衆国の国旗は星とストライプの模様で構成されている。 星は50個でそれぞれが50の州を表す太陽国では王室に対する冒涜罪は死刑になることがある。 ドイツ語には動詞の位置が文法的に厳密に決まっている文の動詞は通常の文頭か2番目に来る必要があるのだスペインの「シエスタ」という習慣は 昼寝をするためにお昼休みをとる習慣でスペインでは非常に一般的な習慣である世界最大の砂漠はアフリカのサハラ砂漠で面積は 九百二十万平方キロメートルにもなる。フランス語には男性名詞と女性名詞があり、それぞれの名詞の漢詞が異なる。 オランダではチューリップが世界中で有名で、春になると多くの人々が見に訪れる。プラスチック製のビニール袋は酸素を通さないため、野菜や果物を長く新鮮に保つことができる。 ドライヤーで髪を乾かすとき髪の毛を上から下に向かってブラシで溶かすとツヤが出る世界で最も高いビルはドバイのブルジュハリファで高さ828メートルである ピーマンは色が濃いほど辛くなく甘みが増すハンドクリームは手につけた直後より数時間経ってから効果が出る ラップで食べ物を包むときラップの端を持ち上げてから巻くと中身がこぼれにくくなるハンバーガーの上下のパンは下に肉と野菜をのせた方が崩れにくく食べやすくなる 柔軟剤はタオルの吸水性を低下させるためタオルを選択するときは柔軟剤を使わない方が良いスマートフォンを充電するときにバッテリーの寿命を延ばすためには 充電を始めるとき、残量が20%以下になるまで使い切るとよい。歯を磨くとき、歯ブラシで水を濡らさない方が歯磨き粉の泡立ちがよくなる。 世界で最も多く使われている文字はラテン文字であるコーヒー豆をひくとき、豆の量に対して水の量は約15倍が理想的な割合である。 エアコンを使用するとき、室温とエアコンの設定温度差を5度以下にすると、電気代の節約になる。ヒマラヤ山脈で暮らすシェルバ族の中には、 高山病にかかりにくい人がいる。これは彼らが高山病にかかりにくい特殊な遺伝子を持っているためである。ドルフィンスピーカーという装置を使えば水中で 音の立体的なイメージを作り出すことができる。つまり、水中でも左右の音の位置がわかるようになるのだ。人間が体内で発する熱量は、一時間に約、 80ワット程度である。これは小型電球一つ分ほどの発熱量に相当する。ダチョウの目は非常に大きく、一つの目の大きさはゴルフボールほどある。また、 左右の目の位置が違うため360度の視界を持っていると言われる世界最大のロウソクは高さ5.2メートル重さ約3トンでアメリカの ミネソタ州にある教会に設置されている燃焼時間は約2週間にわたるとされているビリヤードの玉は直径 57.15mm であることが定められている。 この大きさはビリヤードの元祖であるクロケットのボールがこのサイズだったことに由来する。フランス革命時代、処刑された人々の頭部は市民によって集められ、 博物館に展示されるようになった。長寿の秘訣として知られるメディテレニアンダイエットは、地中海周辺の国々で食べられている伝統的な食生活のことを指す。 オリーブオイルや魚、果物などが主な食材で健康に良いとされている。読書の習慣がある人はストレスを感じた時ハーブティーより小説や漫画を読むと ストレスが軽減されるという研究結果があるバレンタインデーにチョコレートを贈るきっかけになったのは19世紀にイギリスで始まったもので当時女性が男性に 匿名で愛の告白をするために手紙と一緒にチョコレートを送る習慣が生まれた。レゴブロックはデンマーク語で遊べが語源である。また、 エゴブロックを使ってできる組み立て方のバリエーションは約915通りあると言われているヒマラヤ山脈で毎年春に開催されるエベレスト掃除というイベントがある これは登山者たちが登山ルートに残されたゴミを回収するために行われる。オランダには自転車専用の高速道路がある。これは自転車に乗る人が多く。 自転車での通勤が一般的なため交通渋滞を解消するために作られたものであるジャイアントパンダは肉食動物なのに99%が竹を食べて生きる。 一日あたり約二十キログラムの竹を食べ、一日中竹を探して食べるために移動する。フランスのニースで毎年行われるレモン祭りは、巨大な彫刻やモザイクが作られる。 これらの作品に使われるレモンの数は数十万個にも及ぶ。キリンは成長するにつれ舌が長くなる。 世界最大の温室はイギリスのコーンウォールにあるエデンプロジェクトであるこの温室には世界中から集められた植物が展示されているアラスカ州のイヌイットは 多くが英語とイヌピアック語の両方を話すことができる。イヌピアック語は非常に複雑な文法で、単語の語尾が様々な形をとるため、翻訳がとても難しい言語の一つである。 カラスには答えによって異なる鳴き声を使い分ける方言があると知られている。地域や社会集団ごとに異なる鳴き声を発することでカラス同士のコミュニケーションが成立しているとされる。 アフリカ大陸の中央部には世界最大の熱帯雨林であるコンゴ盆地がある。この地域は数多くの動植物が生息し新種の発見が相次いでいる。 イタリアの都市ベネツィアには運河を渡るための橋が400以上ある。その中でも最も有名なのはリアルト橋と呼ばれる17世紀に建造された石造りのアーチ橋である。 地球上には未発見の動物が多数存在し特に海洋深部には人類が知らないような奇妙な生き物が生息することが確認されている。 現在の日本の地域区分都道府県は明治時代に創設されたもの。最初に設置されたのは府県と呼ばれた八つの地域で、その後都や道が加わり現在の形になった。 世界で最も高い木はカリフォルニア州のセコイア国立公園に生えているハイパーアイオンである。高さは約115メートルあり地球上で最も巨大な生物である。 カナダには面積が広大な森林地帯が広がり、中でも世界最大の原生林はグレートベアー森林。様々な野生生物が生息する自然保護区として知られている。 バッテリーが切れた懐中電灯を復活させる方法は懐中電灯を振ること。こうすると懐中電灯の中の発電機が起動し電気を復活させることができる。 インターネット上で公開されている画像のうち Google が収集した画像は全体の90%以上を占めているハムスターは自分の体重の2倍以上の食べ物を 備蓄するることができる足の裏にある幹線は1平方センチメートルあたり600から700個ある。 猫の舌は甘みを感じることができないドアの鍵穴の向きによっては鍵をかけた後鍵穴から鍵を取り出すことができなくなることがある。 テニスボールは表面に微細な毛羽がありこの毛羽が弾むことでボールが跳ね返るようになっている犬は人間よりも嗅覚が優れており一秒間に 40回以上も嗅ぎ分けることができる。コカ・コーラの原料の一つコカヨウはアメリカ合衆国では禁止されているがコカ・コーラは特別に許可を得て使用している。 パラシュートを発明した人物はフランスのアンリ・ジローという人物で1783年に最初の人間を乗せた気球にパラシュートをつけることに成功したアルバイトという言葉は ドイツ語の「仕事」という言葉が由来である。サンドイッチという名前はイギリスの政治家である第4代サンドイッチ伯爵が考案したといわれている。 カエルには毒を持つ種類が多数存在するが、その中でも最も毒性が強いとされるのはコロンビアなどに生息するゴールデンダーツフロッグである。ジュゼッペ・ベルガマスコというイタリア人が、 1911年に空気中の浮遊微粒子を観察するために世界で最初の電子顕微鏡を発明したアトムの髪型はミッキーマウスがモデルである。 手のひらサイズの鹿が存在する野球選手一郎は実は次男で長男はデザイナーで一級建築士の鈴木和康である。 ブルドッグは雷の音を聞いたらひどい時は目玉を落とすことがある。元プロ野球選手、新庄選手は剣縁球を打ち返してヒットにしたことがある。 ビーズは昔エーズという名前であった理由はエースが二人だかららしい人間の血は赤いが青い血や緑の血の動物も存在する マゼランは世界一周していない半夜のあの顔は変身途中の姿であるヘモグロビンは 鉄を含む色素のヘムとタンパク質のグロビンの複合タンパク質である。シマウマは分類学上は馬よりロバに近い。 音楽プロデューサーの小室哲也は楽譜が読めない。ビーズの稲葉の奥さんは松崎茂の元嫁である。 お笑い芸人の有吉弘之の正しい読み方は有吉弘之である。小春日和は春の前ではなく冬の前に使われる言葉である。 小麦粉をばらまいて火をつけると家一軒崩壊するほどの爆発が起きる立ちくらみの正式名称は眼前暗黒官である。 葉の主食は血ではなく花の蜜であるケンタッキー・フライド・チキンの創設者カーネル・サンダースの本名はハーランド・デイビッド・サンダースである。 雨模様は雨が降りそうな様子のことで実際にはまだ雨が降っていない状態のことを指す。ヘリコプターはヘリコプターではなくヘリコプターである。 海ぶどうの正式名称はくびれづたであるピアノの正式名称はクラビチェンバロコルピアノエフォルテだから PF と略すのだ 実はピラニアは臆病で自ら人を襲うことはない世界一大きな生物はキノコである。 東京タワーの正式名称は「日本電波塔」である。オロナミン C はオロナイン軟ンとビタミン C を組み合わせた名称である。 非常口マークに描写されている走っている人の絵の正式名称は「ピクトさん」であるレインボーブリッジの正式名称は「東京港連絡橋」である。 サザエさんのエンディングの曲は3番の歌詞である「視界にも生物が存在する」。 リストラの正式名称はリストラクチャリングの略語でリストラは和製英語で海外で使用しても通じないフリーターの正式名称はフリーランスアルバイターで フリーターもまた海外で使用しても通じない日本にはライオンの糞がまかれた線路がいくつもあるこれは鹿が線路に立ち入った 電車と衝突する事故を防ぐため、ライオンの糞は鹿よけになるのだ。ガサ入れのガサは、探すのサガの,の逆さ読みである。 靴ひもを結ぶとき結び目に水を数滴垂らしてから強く結ぶとひもがほどけにくくなるナイアガラの滝は世界遺産登録されていない。 世界一長い地名の首都はスリランカのスリジャヤ・ワルダナ・ブラコッテである有名な童謡春の小川の小川は渋谷にある アップルのシンボルマークのリンゴがかじってあるのはパソコンの容量を表す単位がバイトで噛むのは英語でバイトというためであるエベレストの入山料は 約100万円日本からエベレスト登頂を目指す場合、装備や旅費、トレーニング費用、ガイド料などをすべて合わせると、だいたい500万円から1000万円かかる。 貼リ絵で有名な山下清は旅先ではなく家に帰ってから絵を描いていたハム太郎の誕生日は8月6日で身長は 8.6センチメートルである焦げを食べると癌になるというのには科学的根拠はない 高級ホテルのドアマンがつけている白い手袋は客の荷物を汚さないよう30分おきに交換している指名手配犯が自首しても罪は軽くならない 缶ジュースの飲み口の穴の形は左右対称ではない。シンデレラは人を殺したことがある。 モーニング娘はラブマシーンのジャケットの並び順通りに卒業している地図に書かれている海は満潮時のものである 選挙の投票用紙は開封しやすいように折っても箱の中で自然に開くような作りになっている会場における事件事故の緊急連絡用の番号は 百十八番である。一人ぼっちのぼっちの意味はおぼうさんである。 中日ドラゴンズのドラゴンはオーナーの干支が由来である白髪は抜くと増えるというのに科学的根拠はない。 駅まで徒歩5分を競歩の世界記録保持者が歩くと1分55秒である日本初の時計は水時計である。 オリンピックで使われる公式プールの長さは50メートルではなく50メートル2センチメートルであるフランスのパティシエが一番美味しいと思う日本のお菓子は コアラのマーチである。「車に酔いやすい時イヤフォンなどで音楽を聴くと酔いづらくなる」。 カスタードクリームに向けて拳銃の弾を発砲すると受け止めることができるひらがなの中で文字の線が最も長いのはぬである。 つま先を壁につけると背伸びができない「北斗七世のほかになんと六星が存在する」。 梱包材のプチプチの正式名称は「気泡緩衝材である「スネ夫の音と」は養子に出されている。 ローラースケートの開発者は初めて滑った時止まり方を考えておらず重傷を負った有害図書専用の白いポストが存在する。 へいのかみのけは一ぽんではない「もやもやサマーズ2」のナレーションはきかいがしゃべっている。 マリオの本名はマリオ・マリオ。ルイージの本名はルイージ・マリオである。タラちゃんには、ヒトデちゃんという妹が存在する。 階段で有名な稲川淳二はグッドデザイン賞を受賞したことがあるエアコンの室外機を日光に当たらないようにするだけで電気代を節約することができる。 女子高生という言葉は伊藤ハムが商標登録している「笹の葉には消毒作用がある」。 石川卓牧は、高校時代にカンニングがばれて退学した。体重を測ると、北海道では少し重くなり、沖縄では少し軽くなる。 漢字の書き順には正解がない。「人」という字は横向きになっている人をかたどって生まれた漢字で人と人が支え合って「という説」はデマである。 日本一短い国道は187.1メートルで神戸市の174号線である深紅に熱湯を流すと排水口内のホースの寿命が短くなり 最悪の場合排水口が破損する恐れがある音痴の正式名称は「先天的音楽機能不全」である。 こたつの暖色の明かりはただの演出で赤外線にはもともと色はついていないがそれだと温まっている感じがしないという理由で赤くなるように設計された。 お刺身に添えられた菊の花はただの飾りではなく殺菌効果がある。台風で起こる津波は平均で時速 500km である。 味噌汁を温め直すと、爆発することがある。嬉しい時、悲しい時、嘘泣きなど、感情によって涙の味は変わる。 空き巣の被害に最も遭いやすいのは金曜日である宝くじの正式名称は当選金負傷票である しゃっくりが止まらないときは、指で両耳を塞ぐと止まりやすくなる。街路樹に落葉樹が多いのは、夏は日差しを遮り、 木陰を作り冬は葉が落ちるため日差しが届きぬくもりを与えてくれるためであるヘチマの由来はいろはうからである。 サンリオの人気キャラクターキキララの身長は1 7 0 0トルを超える卓球の公式試合球は1個完成するのに約半年かかる。 北海道にはやりきれない川という名前の川がある人の腹筋はもともと割れている。 日本の公用語は日本語ではない剥がしづらいシールはヘアスプレーをかけて少し待つと簡単に剥がすことができる。 神経衰弱で一回もミスせずクリアする確率はおよそ1029分の1である舞茸は人が待っているように見えることから名付けられた。 暗い部屋で本を読んでも目は悪くならないたい焼きにも天然と養殖二つのタイプがある鶏肉は 調理前に洗わない方がよい細菌が付着した水が広範囲に飛び散りかえって食中毒の危険性が高まる毛を剃っても毛深くはならない カメレオンは周りの色に合わせて自分の色を変えているのでなく温度や気分によって色を変えている人類誕生以来の総人口は700億人である。 お米を研ぐとき一番最初の水はミネラルウォーターを使うとより美味しく炊くことができる。博多の塩はメキシコやオーストラリアの塩を使用している。 ゼロキロカロリーの飲み物にも多少のカロリーは含まれている100ミリリットルあたり5キロカロリー以下であればゼロキロカロリー商品として販売ができるカーディガンは 戦争がきっかけで生まれた「バナナ」という名前のブドウが存在する「巨人の星」の作中では。 ちゃぶ台返しは一度しかされていない円周率を4と勝手に決めた地域がある中国では 餃子は水餃子で食べるのが一般的である長谷園のヒット商品麻婆春雨は当時の社長じきじきに「2年間ブラブラしていいから」 企画を考えろと言われた社員が国内外をブラブラした結果編み出された商品である初試合で208点も入れられたゴールキーパーがいる 触りの部分というのは冒頭部分のことではなく物語の重要な部分のことである東京のお台場はペリーの艦隊を迎撃するために作られた 静岡県には七年に一度しか出現しない幻の池がある。江戸時代は誰でも医者になることができた。 インドでは樹木と結婚する木婚というものがあった効果はどんなに強力な磁石にもくっつくことはない。 山とたけの御事の山とたは、自分が殺した敵からもらった名前である。馬に乗っていたとしても、飲酒後に馬で行動を走れば飲酒運転になる。 スワヒリ語で、唐辛子のことをピリピリというかけ算の九九には割り算バージョンが存在する。 茨城県庁内にあるカフェでメニューに納豆パフェがある織姫と彦星の関係性は恋人同士ではなく夫婦である。 日本以外のアジア各国でも年末に今年の漢字が選ばれている日本の渋滞の最長距離は 154km である。 ジーンズの前ポケットの中についているさらに小さいポケットは懐中電灯を入れるためにつけられていたことからウォッチポケットと呼ばれている女性で世界で初めて エベレスト登頂に成功したのは日本人であるかつて全英アマ選手権でクラブを一人で55本使った選手がいる。 太ももという果物がある。JR の弱冷房車の温度は普通の冷房車より一二度高い。 日本にタバスコを広めたのはアントニオ猪木である銀んを食べすぎると死ぬことがある。 ポテトチップスは着火剤の代わりになる生ハはには性別がある赤が男で青が女である 世界で一番大きな一枚岩はエアーズロックではなくマウント・オーガスタスである星の砂の正体は虫の殻である 朝顔は朝に咲くのでなく暗くなってから9時間後に咲く。レンブラントの夜景に描かれているのは昼の情景である。 富岳三十六景は三十六枚ではなく全部で四十六枚ある。東海道五十三次は五十三枚ではなく五十五枚ある。 「サントリー金麦は」は季節ごとに微妙に味を変えている行く方向が分からなくなった時人は無意識に左に行く傾向がある。 キンキキッズの正式デビュー前のユニット名は関西坊やである。性行為中7割の女性は演技をした経験があると言われているが実は 男性もかなりの確率で演技をしている。ニール・アームストロングが月面で最初に踏み出した一歩は左足である。 フィギュアスケートとスピードスケートでは氷の温度が違うグリーンアスパラガスとホワイトアスパラガスは同じ品種で日光を当てる当てないなどが異なるだけである。 パンケーキのパンはフライパンのパンからきている。オムライスは日本発祥の料理である。 剣玉は日本発祥ではなくフランス発祥であることが現在は有力な説である「少林寺憲法は中国ではなく日本が発祥である」。 ウナゴンは「セイショウナゴン」ではなく「セイショウナゴン」が正しいエベレストの山頂では水が71度で沸騰する富士山では 八十七度で沸騰するピザハットのハットは帽子ではなく小屋のことである野菜のオクラは 英語である「社会の窓はもともとラジオ番組の名前である」「天津飯は日本が発祥である」 「すべすべまんじゅうがにというかにがいる」「自動販売機のボタンを二つ同時に押すと必ず左側の商品が出てくる。 カクテルのショートとロングの違いは氷の有無で決まる日本酒の冷酒と冷酒は温度が異なる。 昭和は第二候補の言語運命で第一候補は幸文であったマリー・アントワネットは「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」とは言っておらず。 これは濡れ絹だとされている。ライト兄弟は実は七人兄弟である。 上野公園の西郷隆盛像は犬の散歩中ではなくうさぎ狩りに向かう途中である。道頓堀のグリコのネオン看板の電気代は月。 16万円である遠くの緑を見ると視力が回復するというのは科学的根拠がない。 四角い穴を掘れるドリルが存在する鼻水は体の中で一日一リットル作られている 手首から肘までの長さと足の大きさはほぼ同じである砂漠でも魚が釣れる 車のサイドブレーキの単位は一ノッチ二ノッチと数えるインド人で頭にターバンを巻いている人の割合はインドの人口全体の たたった2であゾウの体の表面積を求めるための公式がある。 ディズニーランドのトイレには鏡がない方位には北東美北という方位がある。 鍵盤のどの音から始めても、全音全音半音、全音全音全音半音という順番で弾くと、ドレミファソラシドの音階になる。 アジサイの古い学名、ハイド・ランゲア・オタクサのオタクサは、シーボルトの恋人のオタキさんである。ギリシャの国家は158番まである。 帽子をかぶるとはげるというのは科学的に証明されていないラジオ放送の周波数は必ず9の倍数である。 ガムといっしょにスナック菓子を食べるとガムは消え去る昔は熱中症ではなく熱射病日射病という言葉が一般的であった。 手持ちの火の先端についている紙は本来はちぎってから火をつけるのが正しい使い方であるビールの本場ドイツ人たちは 日本人のようにビールを飲みながらおつまみを食べることはほとんどない北島三郎の有名な「はるばる北ぜ函館」という歌はよく聞くと函館兵 と言っている。サザエさんは昔エンディングで栗を投げて口でキャッチしていた。 フランスではアリが絶滅寸前である宇宙ではラジオで FM 放送が聞けるイモトアヤコと ポーリンラブのバービーは昔コンビを組んでいたコンビ名は東京ホルモン娘であるトイレットペーパーは東京ではダブルが多く 大阪では、シングルが多い。NHK のど自慢の合格時の鐘の音は、ドシラソドシラソドミレである。 オール阪神巨人のオール巨人は阪神ファンである。